にちは、キキです。今日はギリシャ語でよく使われる表現なのに日本語に翻訳することができない表現を紹介していきます。どういうことかっていうと、ギリシャ語で一般的に使われる表現の中に、辞書には載っていなかったり、日本語ではその挨拶がなかったりっていうものが、言葉がたくさん存在します。そういったフレーズを紹介していけたらいいなと思っています。私はギリシャで5年住んでいて、生活の中でそういうのを何度も耳にすることがあって、最初は分からなかったんですけれど、少しずつ分かるようになりました。これが分かるとギリシャで生活されている方、ギリシャ語で友達とコミュニケーションを取られている方などもこういうフレーズが耳に入ってきた時に分かるようになったり、また意味を知ることで自分で使えるようにもなったりできて便利だなと思います。なのでこのフレーズはとても大切だと思います。もちろんギリシャ語で存在して日本語に存在しない単語っていうのはめちゃくちゃたくさん存在するし、一個一個説明してたらこのビデオが3時間ぐらいになっちゃうと思うんですけれど、その中でも今日は厳選して15個くらいかな、短い、一個一個で短いんですけれど、ささっとご紹介できればいいなと思っています。まず一つ目はガリエブドマーバン、ガリエブドマーバン、これは直訳するといい週をっていう感じになります。すなわち1週間の最初に友達だったり知り合いになった時に言います。例えば月曜日に会社に行った時に同僚の人に、週が始まったね、今週もいい1週間にしようねっていう感じのことを毎週月曜日に言います。それがガリエブドマーバン、いい週をです。で、次に紹介したいのがこれとちょっと似ているんですけれど、ガロミーナ、ガロミーナ、これはいい月よ、月っていうのはお月様ではなくて1月2月とかの月、これは毎月1日2日とか最初の方に行って、で今月もいい月にしようねっていう感じです。いい月よって訳すと月がどうしたのってなっちゃうと思うんですけれど、そこが日本語の難しいですよね。日本語だと月と1月2月とかの月が同じ字というか同じニュアンスのものだと思うんですけれど、こちらでは全然違うので、いい月よっていうとその1月2月、今月がいい風になりますようにっていう感じです。だからもしも例えば3月の1日が月曜日で、仕事に行った日にはカリエブドマーバン、いい週をとガロミーナを同時に言うことになるかもしれません。次に紹介したいのがナイステカラ、ナステカラ、これは、どういう意味かっていうと、あなたの幸運を祈っていますとか、あなたに素敵なことが訪れますように、あなた自身がよくありますように。どういう時に使うかっていうと、ありがとうって言われた時の返事として使ったり、またまたありがとうって言いたい時にもうこのなしてからを使ったりします。どういうニュアンスで捉えればいいかっていうと、例えば誰かが何かをしてくれた時にありがとうって言うと思うんですけれど、それの返事として何かをしてあげた方は、でもあなたにも幸運を祈っているよっていう、そのこのいいことをしたのはあなたがよくあるためだからねっていう感じか、もしくはありがとうと代用して言う時には、こんなことをしてくれて、私のためにしてくれてありがとう、あなたの幸運を祈っているよっていう感じの相手を思いやる言葉になります。で、それにあたる言葉が日本語だとどういたしましてとか、大丈夫ですよとかっていうのは自分が大丈夫である状態かなと思うので、相手を思いやっていう言葉っていうのはちょっと見当たらなくて、まあそれが日本語とギリシャ語の違いかなっていうふうに感じています。次のフレーズがプイシェ、プイシェ、これは、直訳するとどこにいるのあなたはっていうよくわかんない、フレーズになるんですけれど、これ私最初びっくりしたんですけれど、なんでびっくりしたかっていうと、友達の待ち合わせをしてたんですね。で、待ち合わせ時間に待ち合わせ場所に行って友達と会えた、その会えた瞬間にプイシェって言われたんですね。どこにいるのっていやいやいや、待ち合わせ場所に待ち合わせ時間に来たんだけど、どこにいたのってどういう意味と思って、でこれどういう意味だったかっていうと、元気とか何してたのとか、今どんな感じっていう、そんな、ハイテンションな親しい、親しい間柄での挨拶になります。あとは、使い方の例としては、
お母さん同士が友達で、私がその、友達の息子に対してどこにいるの可愛い子ちゃんみたいなボイシェボイシェシーっていう感じで、親しみを込めた元気してるの最近会ってないんだ元気なのっていう感じの言葉になります。あとは犬とか猫に使う人も見たことがあります。なんだろうな、可愛すぎてその愛情を表現したいんだけれど言葉が出てこない時にとりあえずこれを連呼するっていうギリシャ人を実際に見たことがあります。だからそういう使い方が間違いでもないのかもしれないですけれど、何回言うのっていうぐらい本当に今5回ぐらい言うのを見たことがあります。次に紹介するのがヤティオーヒン、ヤティオーヒン、これは直訳すると悪いわけじゃないとか嫌なわけじゃない。どういう時に使うかっていうと、何かを誘われたり提案された時にうんいいんじゃないとかいいと思うよっていう返し方になります。直訳すると否定形を否定してる、例えば悪くないとか、悪くないだね、そう、いいえ、脳の方のいいえだとは思わないっていう、ちょっとダブル否定の言葉になっちゃうんですけれど、否定的なニュアンスではあんまり捉えていなくって、どちらかというとポジティブな返事になります。例えば、今日の夜ビール一杯いっちゃうのはどうとか言われた時に、やってよひん、なんでそれが悪いアイデアだと思うの、全然いいよとか、こういうアイディアを考えたんだけれどあなたはどう思うっていうのを言われた時に、うんいいと思うよとか、いい感じっていう感じの返し方になります。なのでこれを私が意訳するとしたら、全然悪いとは思わないとか、さらにはいいねとか、そういう訳し方をしたいなと思います。次は、友達や知り合いと出会って、で別れる時の挨拶になるんですけれど、一つがカロアポイエブマン、アロアポイエブマン、直訳するといい午後を、いい午後を。これはどういう時に使うかっていうと、朝に会っていた知り合い友達とお昼頃に別れる時に、私たちそれぞれが午後を別々で過ごすことになるんじゃないですか。その時にあなたもいい午後を過ごしてねっていう感じで、相手のことを思ったフレーズになります。あなたの午後がいい午後でありますように、素敵な午後を過ごしてねっていう感じで、これに似たのがもう一つあって、カロブラーディ、カロブラーディ。これは、先ほどの例で言うと、友達や知り合いと別れるのが夕方頃だった時に、良い夜をっていう意味のフレーズになります。あなたも良い夜を過ごしてね。良い夜でありますように、グッドナイトっていう感じに当たる言葉になります。なのでこの2つは、すごく便利です。さよならとか、なんだろう。じゃあねとかよりももっと親しみを込めたというか、相手のことを思った柔らかい素敵なフレーズです。でここで注意したいのが、その別れる友達や知り合いと別れるタイミングが微妙だった時に、例えば夕方のそうだな3時ぐらいだった時に、これはいい午後っていうのか、それともいい夜をって言えばいいのか、すごい微妙な時間帯だと思うんですね。そういう時に便利なのがカロイポリポ、カロイポリポ。このイポリポっていうのは残りの時間だったり残りのもの、まあ、残りのすなわちその一日の残り時間のことなんですけれど、その残りの一日が素敵でありますようにとか、今日の残り時間がいい、あなたにとっていい日でありますようにっていう、もうねこれは朝から使いますぶっちゃけ朝別れる時に使ってもいいし、昼夜夕方、なんだろうな早朝いつ使っても大丈夫なので、まあこれ一個覚えとけばいいんですけれど、まあね前前のも聞いたりすることがあると思うので、一応こういう言葉があるよっていうことで覚えてもらえると嬉しいです。でもう一つずるなぐらい便利な言葉があって、それはカリシネヒア、カリシネヒア。これも朝昼夜問わず使える言葉です。なぜかっていうと、これはどういう意味かっていうと、いい続きを、シネヒアっていうのが続き、この先今までしてきたことの
続けること、お店を後にする時とかも使えます。例えば、入店したお店で買い物をした、お会計した、じゃあありがとうございましたっていう時に、お 客が店員に向かってカリシネヒア、まだまだ仕事この続き頑張ってくださいっていう時もあります。これもすごい便利です。この友達や知り合いと別れる時に使うフレーズで紹介してきた4つは、もちろん友達との間柄で使うこともできるんですけれど、ビジネスだったりもっと上司と部下のような場面でも全然使うことができて、なんだろうな、行儀が悪いわけでもないし、全然、言葉として失礼に当たらないので、どこでも使えます。次のフレーズはストカロ、ストカロ、これは、お店などで、店員さんがお客さんに言ってる場合が結構あります。どういう意味かっていうと、あなたがこれからもいい方向に行きますようにとか、あなたに不幸があります、間違えた、ありませんようにっていう、感じのニュアンスです。でも大抵お店を出るときに言われるので、どちらかというと、もしかしたら、道中気をつけてねとか、帰り道気をつけてねとか、そういうニュアンスも含んでいます。もちろん店員さん以外にも友達同士でも使うことがあるし、例えば友達が家に来てて、その友達がもう帰るってなった時に、家の主が友達に「しとかろ」とか「帰り道気をつけてね」とか、そういう風に使うこともできます。次に紹介するのが「ガロシュブリカン」、ガロシュブリカン、これは直訳すると「あなたに会えて嬉しい」とか「あなたを見つけることができてよかった」とか、どういう時に使うかっていう と、 ようこそって言われた時の返事になります。そのようこそっていうのはどういう場面で使うかっていうと、友達が例えば外国に留学してで戻ってきたっていう時に、おかえりって日本語だと言うと思うんですけれど、こっちの人だとようこそっていう感じで言います。その時に留学してた友達が、久しぶりにあなたに会えて嬉しいよっていう感じで、この言葉を使います。あとは、遠くから知人が訪ねてきてくれた、遠くの町から久しぶりに友達が訪ねてきてくれた時に、ようこそ久しぶりに来たねっていう感じで、主が、言うと、その来た人があなたに会えて嬉しいとか、あなたに会いたかったっていう感じでこれを言います。おかえりとただいまとはまた別物と考えてもらった方がよくって、どちらかというと長い旅をしてきた人にようこそっていう、日本語で言うといらっしゃいなんですけれど、そこがようこそになって、それに対する返しが、これになります。次にギリシャ語でよく使われるフレーズで日本語にないなと思うのがオーティフェース、オーティフェース、これは直訳すると好きにして、あなたの好きにしてちょうだいっていう、先ほど日本語にないって言いましたけど、ないわけではないですけど、どちらかというと使わないって言えばいいのかな、あんまりあなたの好きにしてとか、怒ってる時にしか使わないと思うんですよ。もうどうでもいいからあんたの好きにやってちょうだいみたいな、そういうニュアンスではなくて、例えば友達同士でレストランに行った時に、食べたい食べ物がこれもあってこれもあってこれもあって3つ4つ選択肢があるんだけど、もうどうしようってその一緒に行った友達に、聞いた時に、その友達が例えばオーティフェスってこれを言って、好きにしたらっていう、なんだろうな、あなたが好きなものを選んだらいいよとか、あなたに合わせるよっていう感じのニュアンスになります。なので、日本語で使われるそれとは全然、ニュアンスだったり方向性、言葉の方向性が違って、どちらかというと柔らかいっていうか、相手に選択肢を与えてあげる親しみを込めた、親切な言葉になります。これに似てるので、もう一つ unfish、 あなたがそうしたいならっていうのがあります。例えば今のレストランの例で言うと、もう3品ぐらい頼んじゃったけど、またこれも食べたいな、どうしようかなっていうのを友達に提案した時に、友達が、したいならすればっていう、あなたが食べたいならまた頼んでもいいんじゃないとか、あなたがどうしても欲しいなら私はいいと思うよとか、そういった可愛らしい返し方になります。
以上がギリシャ語でよく使われる日本語では直訳しにくいフレーズたちでした、楽しんでいただけたでしょうか。やっぱりね、日本語とはニュアンスで、違うところがあるので、これは一つずつ覚えていくのももちろん大事ですけれど、体感したり友達と使っていく中で、実際に使っていく中で体感で覚えていくっていうのが一番早いような気もします。でも頭の中に知識として入れておいてもらえるだけで、例えば、ドラマだったり、友達との会話でこのフレーズが出てきた時に、あ、これ聞いたことあるって、ちょっとでも思うっていうことがまた記憶の定着につながると思うので大事かなとも思います。それでは最後まで動画を見てくださってありがとうございました。またお会いしましょう。